今回は流浪に献身明治剣客ローマンタン第21話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。てっきり総集編かと思わせて、なんてね。キネマ版献身行こうか。ルロ剣見てねよ。天然痘だと？伊達政宗も片目を幼少期に亡くしたやつだな。開幕やべえ物。天然痘の解説入ってて草。天然素材で体に良さそう。普通にバイオテロやんけ。バイオテロやめなさい。とんでもねえ医者だ。いきなりバイオテロ計画、こいつら自分も感染するリスク考えてないだろ。お前も死ぬぞ。なんそのドリル剣。弾痕の象徴。奇妙なレイピアだな。ドリルレイピア。犬神家。そうはならんやろ。言ってるそばから返り討ちにあってら。昔のサムライスピリッツ見てる気分。地面に突き刺さっとる。そうはならんやろ。その剣、でどうすればそうなる？このアニメやられると地面とかに突き刺さりがち。どうやったら剣使って地面に頭めり込ませるんだ？あんな刀本当にあるのかな？西洋の剣とか言ってもそれだいぶキワッキワの方に位置する剣だろ。旧アニメの折展開でもサーベル使いはいたな。佐々木小次郎西洋レイピアバージョンですね。このエピソード原作知らない話だから楽しんで見てる。かわいい。かわいい。かわいい。片言じゃない。まだ男尊女卑が強い時代だからね。女性の立場は低かったからな。みんな大好きロミオとジュリエット。そのセリフさっきも聞いたぞ。またロミジュリやってる。片言語は封印ですか。声色とせはいいから変な喋り方返して。いいんです。剣心みたいなことを言う。剣心の理想に似てるな。どこ行くねん。そこは一緒に泊まっとけよ剣心。剣心、紳士。あ。桂小五郎出てきたが。若剣心。ポニテショタ剣心かわいいねー。美少年だ。高杉晋作は三味線のみ。剣心とエルダーの共通点。頬に十字傷がついてまへんな。さっきの過去。回想とはいえ令和の新作アニメで追憶編が見れる日が来るとは。ちゃんと10代の剣心だったわ。あ、メッセージ渡すの忘れてた。片言に戻った。なんで片言になっちゃうのだろう。デースが男っぽいと思って口調に加えてると思うとちょっと可愛い。あのマスクってくちばしの中に薬草とか入れて菌を防ぐとかいうやつよね。変ですね変ですな。夜明け前に時間指定とか今でも無理では。ガトツか？ガトツではない。なげえ。変な奴がいるぞ。どけ、じゃなくて避けろよ。武器を視認していながら突っ込んでいく団吉さんよ。回る回る。そうはならんやろ。絶からだそうはならんやろ。そうはならんやろ。団吉の車が、威力がやばい。ワンパンマンでこんな奴いたな。お前もな。身体貫く威力だと思ったらそうでもなかった。技名なが。長いなぁ。二度聞いても技名が全く聞き取れない。おっさん、その名前、ちゃんと覚えたんか。デストルニジャドールサーベルエスティロすごいな。もういる。剣心激怒。剣心は英語がわからぬ。和訳してもらってた。決闘。命知らずのバカが。正体バレ。エルダー的には、誰、である。人斬り、生き方がエルダー先生とマラクだ。10年も経ってたら腕も鈍ってると思わないかい？こちらも抜かねば武作法というもの。見たけりゃ見せてやるよ。おや？意外とこいつも紳士？マジ吉に見せかけた紳士かよお前。変なところが紳士だな。こいつは女って気づいてるっぽい？バックステップ。かすってすらいない。避け切った。回避余裕でした。あなたは何なんだヒゲ？解説のおじさんが毎回長い技名を振るで言うのなんかおもろい。稲葉は、メキメキ言ってる。体ひねりすぎやろ。どんな体勢だ。もう人間やめてるだろこれ。体痛そう。クソ面白くて困る。体柔らかいなグギゴギ言ってるけど。ねじれすぎ。しぶる意味あるな。西洋に無名さか流れが、違う。シャフトでもそこまで傾かねえぞ。森の神殿よりねじれてる。あんな体勢取ったら翌朝腰と肩痛くて動けんわ。純粋に強い相手と戦いたいだけで礼儀はしっかりあるんだよな。女性だっていうのも気づいてるし。ねじりサーベルさん、女性には紳士なところとか網折りで保管してもらえてて嬉しい。原作だと一瞬で決着ついちゃったからちゃんとエスピラールにも見せ場あるのいいね。巻き舌で草。密心の言い方。思わず素の声が出てる。体ごと回った。めっちゃ回転しとる。
抜いた。カウンター。やった。解説してる知らないおっさん。技名が一つも覚えられないでござるよ。受け止めた上にハンドを利用して攻撃するの、さすが剣心。レイピアでサイコクラッシャーの威力を高めた的な。心。獲物が壊れたらもう戦闘不能か。剣心つえええ。酒場刀です。酒場刀でも痛いだろうが。言うて撤回で殴られたら死ぬと思う。いいこと言うな的なのに。このクソジジイ。投げんな。これもうテロだろ。天然痘はまずい。とても危険。ひ、って投げ捨てるなよ。やべえ。わしは逃げる。利権守るおじさん強い。逃げるの間に合うか？まずい。おーおー、ねじりサーベルさん。おー、ナイスキャッチ。危ねえ。敵が拾った。敗北に泥を塗るなって誇り高い剣士だな。寝がいい人じゃん。車輪アタック。嫌だからあんた誰なんだよ、おっちゃん。こうして横浜は救われた。この二人もしかしてそういう関係に。原作とめちゃめちゃ違う流れになってる。ネクタイは解いてあげてもよかったんでない？これはいいミキシン。オリジナル展開が多いな。いい人になったでござる。助手になるんかーい。敵さん助手になるんかい。剣士は捕まらないのね。爽やかになってしまった。悪い人やなかったやな。毒が抜けたらピュアな紳士に戻った。ひねれた剣をまっすぐに。エスピラールさん会心、エルダー先生のナイトになりました。変な剣から普通の剣になっただけ。そっちの方が鋭利で危ないだろ。剣のねじれがなくなったら性格のねじれもなくなってくさ。ほう、アメリカか。象の鼻から旅立つ。握手。なんやいい人じゃん。エルダーちゃんたちは国外へ。なんだかんだ誇り高い敵だった。この時代の出国って根性の別れすらあるから、すごくしみるシーンだ。あの技は強いから捨てなくていいんじゃないか。クズ。バイオテロやろうとしたクズだからな。出迎えいっぱい。団吉ずっといいやつ。べっぴん。べっぴんは激しく同意。今時べっぴんなんて聞くとは。デラべっぴん。キスするかと思った。中止ろ。エルダーさんまたね。剣心、カオル殿に会う前に別の女も落としてたとは。ノットキルの刀。ノットキル。ノットキル、ノットキル。ノットキル。言い回しが愉快すぎるんよ。原作で読んだ記憶なかったから楽しめたわ。読み切り、読んだはずなのにほとんど覚えていない。ドリルレイピアとか忘れなさそうなのに。ルローニ剣心、コラ画像とマットでしか見たことがないので令和に新鮮な気持ちでルロ剣を見てる。このアニオリ展開での騎士道精神とミキさんボイスの影響でエスピラールの評価が凄まじく上がったな。原作の読み切りではただの悪役でしかなかったのに。そのアニオリの展開ももともとは尺の都合で秒切れなかった当初の構想だけどね。この二人が再登場したら面白そう。ねじりサーベルさん、エルダーさんとセットでどこかしらで再登場してほしいな。最終話のエピローグの一コマとかで。エスピラールめちゃくちゃいいな。エスピラールロタシオンってブリーチに出てきそうな名前だよね。桂小五郎は鈴村健一さん。久しぶりに伊藤かなえちゃんの声が聞けた以前後編でした。というお話だったのさ。そういえば過去の話だった。超最近で草。神谷道場に来た5日前の話だったのかい。5日ほど前。割と最近だった。最近じゃねえか。紅茶の香りはしなかった。医者としては見過ごせない証言だったか。むむ。不穏。天地療養、聞いてるやん。神谷道場での人々の出会いが安らぎになってたのか。アドバイス通り。日村剣心、人々に癒され愛されている。どんな病にも、治療の他に、西洋が必要。資源だ。神谷道場が剣心の癒しになってるの好き。ちゃんと第一幕に繋がるシーンも C パートでしっかり書かれててよし。ガトチかな？狼、やっと出番が来るか。ジャンプで連載してた時は、ちょうど連載1周年のタイミングだったんだっけ来週の回。ルロ剣はこっからさらに面白くなるんよ。歩みを止めろと助言はもらっても過去から逃れられないんよな。来週から京都の話か。エルダー先生の胸の大きさの剣の話はカットか。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。